はい、では今夜の、ゲストなんですが、アメリカンフラワーの、アメリカンフラワーアーティストナオタン、はい、さんなんですけれども、こんばんは。こんばんは。はい、はじめましてですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アメリカンフラワーという言語自体僕ちょっとね初めて聞いたんですけど、はい、このブリザーブドフラワーは知ってるんですけど、はい、アメリカンフラワーってちょっとネットで調べてみたんですけど、なんかちょっとあれですよね、おしゃれな感じですよね。そうなんですよ、まあ、一応造花なんですけれども、うん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 、あのワイヤーで花びらの形を作り、はいはいはい、リップ液という樹脂なんですね、うんうん、はいはいはい、でそれであのこうそのワイヤーに膜を張らせるような感じで、うん、ワイヤーに膜を張る、うんうんうん、はい、だから要はシャボン玉なんて言えばいいんですかね、うんうん、あのワイヤー例えば丸いものだと、うん、あのシャボン玉とか作るときに石鹸水につけると膜が張るじゃないですか。あ、張りますね、張りますね。リップ液をそういう形にするんですよ。ああ、なるほどなるほど。あ、あのなんか昔あのシャボン玉のもうちょっと硬いやつあったんですよね。はい、なんか海苔のなんか膨らましたようなやつで、なんか、あ、はい、なんか硬いボールみたいなのが、ちょっと硬いとは言わないけどシャボン玉みたいに潰れない、なんかあの駄菓子屋さんかなんかで売ってたような、なんかそういうのとはまたちょっと違うんですかね。はい、そうですね、あれはあれで、あれだけで形になるじゃないですか。はい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 。この液体自体は、うん、なんていうんですかね、水みたいな感じで、水よりもうちょっとドロッとしてるんですけど、そういう液体、普通に本当に液体です。液体につけて、うんうん、だからまあ石鹸水と思っていただいたらいいかもしれないですね、本当に。で、膜、そう、あの、そのワイヤーの、ワイヤーに、はい、膜が張られて、うんうん、でそれを花びらを一枚一枚ああいうふうに花の形に仕上げていく。へえ、なるほどですね。このアメリカンフラワーというそのまあなんていうのこの、まあ、分野というか、これ自体を知ったのは、はい、その何かあのナオタンさんの中でのきっかけはどんな感じだったんですか。あ、いや、私の場合はですね、ワークショップ、あ、カルチャーセンターで。はいはいはい。あのカルチャーセンターっていうのは、例えばあの区とかでやってるようなカルチャーセンターですか。あ、そうですね、そういったところで、これが飾ってあったんですね、このお花が。はいはいはい。それでアメリカンフラワーとか、まあ、リップアートっていう言い方もするんですけど、そういう名前で体験をしてみたら、うん、はい、あ、なんだこれちょっと面白いんじゃないかなって。なるほどですね。このそれはどちらかというとやっぱこう女性の方が多いんですか、やっぱりやられてる方って。まあそうですね、でも男性もいらっしゃいます。あ、でも手先がやっぱりちょっとその器用だったり、そういう細かい作業が好きな方とか、そういう方にやってる感じですか。はい、そうですね。あ、なるほど。なんかでも見た感じ細かいものもあると思うんですが、あれやりようによっては壮大な巨大な作品が作れるようなアート作品ですよね。あ、できますね、ある程度の大きさ、ね、その、うん、ワイヤーで作れるものだったら、はい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 、なるほどなるほど、なんとかなると思います。かなり、うん、うん、1枚の花びらが、うん、まあ私たちでもまだマックスが12、3センチぐらいですかね、輪っか、はいはい、うん、直径で、うんうん、ぐらいのものまでは作れますから、うん、大きくしようと思えば、うん、なんか共同作業とかもできそうですよね。なんかみんなで共同創作っていうかね、なんかつなげてつなげてみたいな、できないのかなって思いますけど。でも、はい、もうやっぱ一輪はやっぱり一輪で自分で仕上げていくので。はい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 、そうですよね。うん、一つのお花で、アメリカンフラワーっていうのは、まあ本当に本物のお花、生花に似せてるところは確かにあるんでしょう。はいはいはい。だから想像のお花を作るとかではなく、うん、もう明らかにもバラならバラ。なるほどね。じゃあそのバラは花びらが、はい、それはその造花とアメリカンフラワーの違いっていうのは、はい、その工程の違いっていう部分ですか。はい、
そうですね。あとはまあ壊れにくい。あ、壊れにくい。あの見た目が例えばその華やかさがよりちょっとアメリカンフラワーの方がちょっと増してるとか。あ、もう全然ありますね、それは。あの、アート感があるんですね。あります、あります。造花って本当になんか花ですもんね。別になんか、そこを狙ってないというか、でなんか、なんか逆に言うと、至って地味ですよね、造花ってね。そうですね、あの、アメリカンフラワーは、その、そのディップ液自体も、先生方が自分たちで作るんですよ。はい、おー。なるほど。もちろん原色のものっていうのは、元となる色っていうのはあるんですけど、はい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 、それをこうちょっとずつ混ぜて、うん、例えば赤でも同じ色は二度と作れない。おー、なるほどですね。一回その液を作ってしまうと、うん、あの例えば継ぎ足しでじゃそれにもうちょっと継ぎ足そうと思うと、どうしてもそれが薄くなったり濃くなったり、うん、また若干色味が変わってきちゃうんですね。へー、なるほど。なんかちょっと奥深いですね、それ。なんかその人にしか出せない色みたいな。あ、そうです、そうです。だから巧み的なそうですね。だから教室によってやっぱりカラーが変わってきますよね、うん、ああ、そっか。その教えるワークショップの先生のやっぱりその技というか、はい、こうやるとこうなるのよ、はい、みたいな、その形からまず学んでいかないとあれですもんね、はい、そうですね。あの隠し味的な感じで、あの、はいはいはい、例えば、うん、普段使わないような色をそこに混ぜてあったりとか。なるほどですね。この色を入れると深みが出るとか、うん、なるほどなるほど。なんかそんなことやってるとなんかあれじゃないですか、日常、例えばあの直田さんは料理とかされるんですか？料理は今はそうですね、あまりしてないですけど。してないですか。なんか料理とかもなんかそういうこだわりとか出てきて、なんか、はい、もうすごい華やかな料理になりそうですよね。あ、まあまあでもあの本当にそうですね、味付けなんかはやっぱりその家庭じゃないですけどやっぱりあるじゃないですか、うん、はい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 。で同じ肉じゃがでもちょっと甘いうちだったり、ちょっとしょっぱいうちだったり、うん、薄いうちだったりとか。そうですね。なんかそんなもん。それと同じ。はいはい。そうですね。そういうイメージですね。ああ、それは女性特にハマりそうですね、やっぱり。はい。うん。一日中ぼっとしてられるんじゃないですか、それは場合によっては。そうですね。あと花びらもやっぱりその、うん、一枚一枚こう、うん、くっつけていくので。はいはいはい。お花の形にするのにくっつけていくので、うんうん、あのそういったところでは、なんていうんですかね、その動きがある花にできる先生とか。ああ、なるほどね。アートですね。本当に、うん、そうですね。本当に真似だけできる花、あの真似だけする花と、あ、はい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 、やっぱりこうちょっと先生の手直しで、素人がやったとしても先生のちょっとした手直しで花になるんですよ。なるほど。そこがまたちょっと生け花感とかもあってなんかいいですね。なるほど。そうですね。じゃあこのアメリカンフラワーというもの自体も商品としては割と流通してるんですか？あのそうですね。比較的売られてる方もいらっしゃいますけれども。うん、まあでもアメリカンというぐらいだからあまり日本ではまだこれからって感じですかね。いや、もう日本ではあの。はい、多分一昔前に流行ったみたいですね。そうなんですか。でも一度流行ったってことはまあ二度三度もあるでしょうから、まあそうですね。なるほど、流行ったんだ。そこは初めて聞いた、ね。はい、ブリザーブドフラワーはもうなんか当たり前のように花屋さんに並ぶようになったじゃないですか。うん、そうですね。それも出たての頃あったと思うんですけど、アメリカのフラワーはじゃあこれからなんかね流行ってくれたらいいですね、はい、うん、そうですね。今だからアクセサリーとか、はい、はいはいはい、あとはあの髪飾り、うん、まあ、実はちょっと言っちゃっても大丈夫でしょうか。はいはい、演歌歌手の、市川由紀乃さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい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 、今その方の髪飾りをさせていただいて、うん、やっぱりあの、うん、リサイタルでつけてくださったんですけど、やっぱりそのライトが当たるとすごいんですよ、綺麗。綺麗さが光のこう反射でいうと普通の花じゃできないことですもんね。あ、そうです、そうです。布とはやっぱり違うので、あ、そうですね、そういったのもあります。うん、じゃあしっかりあのあれですね、あのエンターテインメント業界とかで広がっていく可能性を秘めてるわけですね、
そうですね、あとは私ではないんですけど、うん、他の先生で、うん、あの教会の先生で、うん、なんかドラマの、うん、テレビのなんかドラマの後ろの方で使われてるお花をこうなんていうんですか、旅館、うん、ホテルのあの、うん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 、お花をなんか先生が生けたとか。いや、いいですね。あのなんかそういう高級志向というかね、うん、そういうマーケットにつながっていきそうですよね。うん、そうですね、確かにちょっとお値段的にはあの普通のそのブリザードの出たての頃みたいにちょっと高いです、うん、あ、なるほどなるほど。でもその分ね、だからやっぱりお金があってその価値が分かる人がやっぱり広めてくれるというか、はい、有名どころのところから広めてくれればね、あの仮想する人にとってはすごく後押しになると思うんで、はい、そうですね、うん、はい。で結構やっぱり手間っていうか時間かかるものですか、一個一個作るのに。やっぱりそうですね、っていうのは先ほどお伝えしたように、うん、うん、液につけてそれを乾かす時間があります。はいはいはい。面白いことに乾くと硬くなるんですよ。はい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 。でそれをさらに硬化液というのにつけると、うん、うん、まあ、プラスチックの柔らかいやつ、うん、そんな手触りになります。形が変えられるプラスチックみたいな形になる、触り心地になります。へー、なるほどなるほど。うん、ですがそれでも花は動かせますし、すごいね、自由に動かせますし、うん、その完成したものでも動かせる、できますできます。それいいですよね。はい、なんかメガネの矯正みたいですね。ピンで出てきちゃってね。こうやってやったらね、こうなんかまた良くなったみたいな感じです、ね。あ、そうですね。そういう感じになります。なので例えばほら一本一本こういけて、うんうんうん、自分でいける場合でも、はいはいはい、うんうん、自由自在にできますし、硬化液につけると水洗いができるんですよ。なるほど。いいですね。それはまた。なのでまあ埃かぶったとしてもで水洗いしてまた綺麗にして、うん、それはいい。で、うん、行けるときにちょっと花をこうなんていうんですか、向きを変えてみたりとか、そういうこともできますね。あ、素晴らしいですね。なるほど。なんか可能性がありますよね。再利用もできるし、ね、そこからまたさらに加えていってまた別の作品にすることもできるかもしれないし、いろいろとやりようがあるような気がしますね。もちろんそうですね。なのでまあ、一本一本違う花、ね、最初はバラだけ持ってたんだけど、うん、そこにじゃあなんかユリの花とかをこう、ね、自分で生け替えてみたりとかもできますしね。なんかそれってやっぱりあれなんですか、最初の時にじゃあまずこの花からいきましょうみたいな、ちょっと聞くあなたにはまだ早いわみたいな、そういうのあったりするんですか。やはりレベルランクがありますので、そのなんか9みたいな、9とか段とかなんかそのあるんですか、そのランク。あります、あります。あ、それは資格であるんですか。そうです、教会の方で、うん、教会の方で試験がありまして、うんうん、あ、なるほどなるほど。教授とか、うん、教授、はい、言い方いろいろありますよね。そうですね。なんで教授、なんでそこアメリカフラワーなのに教授なんですかね。師範とか教授とか。なんでそこめちゃくちゃ日本なんですかね。和風度合いが半端じゃないですね。なんかね。そうですね。あ、そうですね。あ、そんな感じなんだ。はいはいはい。はい、でちなみに今ナウンタンさんは何年前から始められて、はい、今ランクはどんな感じなんですか。私はですね、3年、ちょうど3年ぐらい前なんですけど、講師、はい、まあ、先生ができる資格を取ったのは、はい、去年の2月ですね。去年の2月でってことは、じゃあ1年と、1年で、1年ちょい、1年半ぐらいですか。あ、いや、約1年ですね。約1年で先生まで行っちゃいました。それすごくないですか。それ他の人もそんなもんなんですか。いや、一応すべてのテキスト通りに進んでいくんですけど、うん、はい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 、私の場合はまあもう本当に面白くて、
あもうハマってやってる時間がすごいね。あそうです、あのもう進めてもらいたくて進めてもらいたくて、はい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 、で先生のところで1日1個の課題ではなく、はいはいはい、もう2個も3個も課題をこう出してもらうと、うん、あの進めてもらってテキストを全部だからそこまで、はい、なるほどなるほど、それはじゃあまあなんとかこう特待生というかね、あの今なかなか最短いやそうでしょうね。人口というのはどれぐらいいるんですか、アメリカンフラワーアーティストというのは。アーティストというよりはあの教会ですよね、うん、あの私もちょっとその先ほど、うんうん、市川由紀乃さんの関係で、うん、まあアーティストとして、はい、こう髪飾りとかですね、使わせていただくことになって、はいはいはい、まあ、アメリカンフラワーアーティストとさせていただいてるんですが、はいはい、基本的にはその教会の方、アメリカンフラワーの教会の方の先生方なので、うんうんうん、はい、どうでしょう、全国に本部は大阪なんですけれども、うんうんうん、結構いる。なんか編み込みのなんかカバンとか作るのも教会あったりしますもんね、一人の主婦が始めてね、そういう話もよく聞いたことありますけどそういう世界ですよね、多分アメリカンフラワーもね。そうですね、ただアメリカンフラワーの教会はそこしかないんですよ。1個しかないですね、はい、と、まあ、まあでもそんな感じそうですよね、うん、はい、うん、いやもう本当独占というかね、アメリカンフラワー市場を独占してるという感じですね。そうですね、はい、うん、いやいやすごいですね、なるほど。それでナオタンさんとしては今後の展望というかね、はい、はい、どれぐらいのこうスパンというか、例えば1年後にはもうこうあってたいっていうか、こうなってたい、アメリカンフラワーアーティストナオタンとしてどういう風な位置に行きたいというかお考えなんでしょうかね。難しいですね、やっぱり、うん、もともとは自分の自宅で教室を開きたくて先生の資格を取ったんですけど、うんうん、まあ結局コロナで、そうですよね、ワークショップとか、うん、カルチャースクールっていうのがみんな NG になってしまったんですよね、はい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 、それは教会としてダメっていう話になったんですか。あ、いえ、教会、確かに教会も年に、うん、毎年1回作品展を、はい、やっているんですけれども、うんうん、それもやっぱり中止になったりとか、あ、なるほどね、そうかそうか、まあ、人が集まらない、うん、まあそうですね、じゃあコロナがじゃあまあ落ち着いてきましたので、まあここから、はい、じゃあまあそうですね、まあオンラインも使ったり、まあうまいことね、なんか広めていけたらいいですよね、うん、そうですね、オンラインは考えたんですけど、ただ先ほど言ったように駅とか、うん、そういうのを一、うん、人分として生徒さんにお送りするっていうのがやっぱりちょっと難しいんですよ。ああ、一個の花を作るキットとして送るっていうのがちょっと難しいので、うん、ああ、シェアしなきゃいけない、ね、やはり対面、うん、まあやっぱりその辺も材料費もなかなかお値段するので、うん、そういうことでしょうね。はい、なのでやっぱり本格的に自分で自宅でもやりたいよ、じゃあワイヤー買って液買ってっていうと、うん、やっぱりもう、うん、何万単位になってしまうので半端ないですね、何万単位です。そうです、それは、うん、はい、ちょっと趣味の域超えて事業ですね。じゃあもう結構その一つの教室に集まって材料費だなんとかいろんなシェアできるとかシェアしてやるから一人当たりのコストが安くなるわけですか、はい、そうですね。あ、なるほどなるほど。なんでまあ本格的にやっぱりハマってくるのでもやっぱり欲しくなるので、先生に液、うん、を売ってくださいってお願いして作ってもらって買ってきて、うん、あ、なるほど、っていうことがやっぱり最初はそういう風になってくるんですね。あ、なるほどなるほど、うんうん、でもね、うん、やっぱり習ってそこで作るだけでいいやっていう人もやっぱり中にはいるので、はい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 、なるほどね、うん、はい、じゃあまあ教えるっていうのもそうだし、まあ作品としてまあ今演歌歌手の方にこう一回ね、こう使っていただいているというところからも、まあもちろん口コミでまた広がっていって、そういったお仕事にね流れていければまあそれはいいでしょうし、まああとはね、自分で作った作品をインターネットで販売するとかね、そういったこともまあ今簡単にできる時代なので、
そういうことですよね、はい、おそらくね。そうですね、そうです。あの本当にあのなんていうこれからだとリース、はい、あのクリスマスのリースだったりとか、そういうのをもう作って、早々に出品されてる方ももちろん先生の中ではいらっしゃいますし、はい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 、うん、まあなんか全然ジャンル違うと思うんですけど、千秋さんってタレントいるじゃないですか。はい、あの人はなんかそういうその生徒さんみたいな、なんかのそのアート系だと思うんですけど、はい、自分のその生徒さんかなんかにどんどん作らせて、で自分が販売し、はい、販売する側に回ってどんどん売ってあげて、でマージンも払ってあげてみたいな、うん、組織作りしてますよ、ね、はい、確かそれで動くしますよ、ね、確かだからある意味その生徒さん集めていきながら、その人たちは売るノウハウを持ってないんで、作ることが楽しい人たちが集まるわけじゃないですか、はい、でそれがまあさらに、はい、あの世の中に一人知ってもらってお金になって、それが自分に返ってきたりとかしたらめちゃくちゃ嬉しいわけじゃないですか。だから、はい、そんな仕組みも作ろうと思えば作れますよね。うん、そうですね、ぜひそういったのがあると、うんうん、やっぱり、ね、みんながみんなその、うん、じゃあメルカリできるかとか、はいはいはい、そうでしょ、ラクマできるかとか言ったらそうでもないんですよね。そうですそうです、まあそういうところもあるので、まあ大事なのはその、まあその作るアーティストさんがまず有名にならなきゃいけないと思うので、そこは TikTok とかも使ってね、今簡単にプロモーションできるんで、はい、どんどんそういうアート系はどんどん多分バイあのなんていうんですか、バズりやすいと思うんですよね。だからはい、はい、そのただのなんかものがパーンってこうこういう風になりましたみたいな見せると、こうね、だいたいそれを5秒ぐらいの動画でするんですね。そうすると、ね、再生数がすごい回るんですよ。そう、だから実はここで売ってますみたいなことをちょっと言うと誘導になるっていう形なんですよね、はい、結構簡単なんですよ今。そんな感じでノリでできちゃう、はい、はい、ぜひね、そんなTikTok なんかもね今流行ってるんで、チャレンジされたらいいと思います。ありがとうございます。もう、はいはい、なかなか、うん、そうそうそう、まあまあ何でもそういうのを相談してください。はい、ありがとうございます、うん、ということで、まあちょっとそろそろお時間なんですけども、また、はい、ぜひね、はい、ちょっと進捗というか、また何ヶ月経った時にこう今こんな活動になってますよみたいなこともぜひ、ね、はい、進捗も教えていただければなと思いますんで、またありがとうございます、はいはい、でこのラジオなんですが、はい、今回ね、金本結菜さんの方からご紹介いただいたと思うんですけどね、開運アドバイザーのね、はいはい、沖縄県の那覇市のですね、はい、なんで東京にいながら沖縄のラジオやってるのって話なんですけど、単純に沖縄が響きが良かったというだけで3年前に始めて、もう3年続いてるんですよ。で、はいはい、毎週土曜日の21時から21時55分までやってまして、映画を紹介するコーナーがあったりとか、ただね、僕が、はい、フリートークをただ繰り広げてるだけの、番組なんですけど、はいはい、ただ、一応ね、ラジオが FM で言う、FM は電波で言うと沖縄の那覇市のみなんですけど、実際にそのアプリが今あるんで、ラジオっていうのは。なんで、はい、その時全世界で聞けるんですよ。なので、はい、ニューヨークで聞いてる人もいますし、はい、その映画のコーナーをやってるその担当の人が女優なんですけど、もともとハリウッドで活動してた人なんで、はい、そういうのもあって、ちょっと世界中にちょっとリスナーがいたりするようなものなので、そういう意味で言うと、はい、まあ多少でもね、このアメリカンフラワーがね、誰かに知ってもらえる要因はあるかもしれない、はい、ありがとうございます、はい、あとこの音声自体も YouTube で公開もさせていただこうと思ってるので、はい、ぜひ、ありがとうございます、はい、シェアしていただければと思います、はいはい、ということで、ありがとうございます、はい、アメリカンフラワーアーティスト、なおたんさんでございました。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。